北条舎根康は、鎌倉時代前期の北条氏の一門。金沢流北条氏の祖で、金沢舎根康とも。父は、鎌倉幕府、第二大執権北条義時。母は、慶質の伊賀の方で、北条政村、北条寺直と、同母兄弟7月12日上によれば、母は一条実通の娘だが、伊力隠華所蔵兵士系図に、伊賀守とも密助、官務兵士系図では、 正村の道母帝であることを示す。道の文字が見られることから、研究においては、赤月記の記載は、風雪とみなされている。上元2年、父義時が46歳の時に誕生。元法2年10月3日、いとこにあたる将軍、源、サネ友の御前で元服を行い、エボシ親であるサネ友から返記を与えられて、実技を名乗る。 女王2年10月13日に思考版に任じられる。翌原人元年、17歳の時に、義時が急死し、母伊賀の方が、同母兄、正村を後継者に立てようとした伊賀氏の変が起こり、正村、実技兄弟は窮地に立たされる。伊賀の方は、流罪となるが、正村と実技は、伊賀兄、安時の計らいによって、連座を逃れ、実技は、父の医療として、 武蔵国六浦僧に所領を与えられた。安時から返記を与えられて、サネ安スに改名したのも、この頃とみられる。寛義2年3月4日に、新ー寺の六原丹大就任に伴い、23歳で公認の小侍所別当に就任する。この人事は兄である、北条雄二、正村を飛び越したものといえ、サネ安スは、能力とともに、 大事への忠実さが考慮された器用と見られている。しかし、サネアスは、伊賀氏の変異校の立場の不安定さに耐えられず、精神の安定を崩したと見られ、4年後の転覆2年6月26日の朝、誤って腹を突き切って、たびたび気絶し、狂気の自害かと噂されたという。また、紹介意、要言などがあり、赤月期の著者、藤原定家は、北条一門は、 毎年6月にことが起きると述べている。6月30日、病により、加藤11歳の着難、佐根時に譲って27歳で出家した。校長3年9月26日、56歳で死去。ありがとうございます。